おうおう、あのジライヤの5代目と、お5代目、はい、知ってるよ。そうですよね、いつも。あ、本当。じゃあちょっと待って、あの5代目はこの前、昨日一昨日かな、メールで話して、あ、 そ, うです、うん、あそこよく行くの、はい、あそこラーメン食べに行くの、はい、本当。これプレゼント、あ、すみません、せっかく出会えた。ありがとうで、今これスーパーカブ、そうです、カブで行ってんの、はい、いいでしょう、これコンディション、いいですね、え、いいんですか、いいよ、よ奥さんに、あせっかくの出会いだし、よく覚えてたね、 あのそうです、よ、あれ、これ間違いないな、いやいや、そうなんで、あの5代目も今俺が歩いてるのよく知ってて、あ、そうなん、うん、前は本州歩いてる時は歩きに来たんだよ、はいはい、一緒に、え、5代目のゼロワンって MC あるもちろんもちろん、うん、あの中に自分の一番出身が博多なんですけど、おお、その博多の先輩がいて、おお、そういうご縁もあって、まあ、家も近いし、あ、本当、ちょこちょこ行かせて、あ、地雷屋の方に、はい、5代目は毎年俺の誕生日を祝ってくれて、ほんでいろんなバイク、それこそ、ゼロワンの連中も来るし、で、これどこ行くの、向こう方面に行こうと、向こうから走ってきてた、あ、じゃあ誘導してくれたの、もうありがとう、ありがとうございます、いやいや、また、住んでるとこは茨城なの、千葉なの、千葉です、あ、本当、そうかそうか、じゃあみんなによろしく、写真撮る、写真撮って、OK、うん、いいですか、うん、ぜひぜひ、じゃあちょっとこの十字架こっち側向けにしよう、ターチありがとう、いい、ありがとう、またこれが気をつけて、で、はい、これから帰るのも、いや、昨日上がったんでこれから2週間ぐらいもある予定なんで、ほんと、どそうやまで行くの、行きます、 OK、 じゃあ俺らそっち側向かってるからまた会うかもわかんない、また声かけて、 OK、 ちょっとこれ勝ちましょう、お、いいよいいよ、もちろん、うん、その 50のところまでちょっと担いで体験しなよ、オッケー、うん、何事も体験だから、ハーレーダビッドソンも乗るけどスーパーカブも乗るんだ、さすが、いや、スーパーカブはねオールマイティだもんね、うん、うん、そこまで行こう、その50まで、それを担ぎながら毎日30キロ歩いてる、そうそう、あのね、肩が教えてくれて、もうちょっと変わってっていう感じで無意識的にそうなっていくんだよね、うん、これ歩くとスマートになるよ、うん、いや、もう今いつも 62.5 なんだよ、それでも1日3時間ぐらいトレーニングするんだけど、体脂肪9なんだけど、今もう59キロぐらいだね、体脂肪8か、終わったら6ぐらいなんだよねまあ会えて嬉しいよ、また会えると思うんで、ターシー神様、ターシーに会えてありがとうございます、どうぞターシーの旅路が守られ祝福されますように、良きいい出会いがあり体験がありますように、ジーゼス何をとします、エイメン、ありがとうございます、じゃあターシーまたね、はい。